はい、14番水溶液を見分けるです。水溶液の性質を利用して、仲間分けというか判別をしていきます。例題の1です。水溶液について勉強をした後に会話をしてますね。すると、まずこの例題ですね。食塩水と石灰水、この2つを判別しましょう。もう有名な2つですから、これ分かりますよね。まず性質がこれが中性とアルカリ性であることを利用しましょう。するとこれを判別するには当然、アカリとマスですね。これを利用してまず1個ありますね。または石灰水なので、二酸化炭素、まあすなわち息を引っ込んでですね、二酸化炭素を通してみる。と、色、まあ、白く濁った方が、食塩水、石灰水ですね。あとは、水分を蒸発させる。どちらも、答えが残るんですけども、水分を蒸発させたときに、立方体のですね、食塩の結晶が残る方もありますね。だいたいこの3つぐらい上がっていればいいでしょう。この性質を利用してください。まあ、あとは中性アルカリ BTB 溶液なんて思いますね。こういったものも利用できます。いくつかありますので、まあ、絶えずこう頭からこうポンポン出るように、いつも復習をしておいてください。